はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理関東地方丸1をお送りします。で、前回で中部地方が終わりましたので、ここから関東地方のスタートです。で、最初は都道府県がなしで、まあ、ちょっとざっくりね、情報をお伝えします。で、今回は全部で穴目が5個だけです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴目やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、一番の方から穴目やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと詰まりましたね。ごめんね。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回関東地方スタートなんですけど、まず、関東地方、まぁ、ここね、まぁ、載ってますから、関東地方。で、の面積の約半分を占めてる平野があるんです。で、この平野は日本最大です。で、何平野かっていうと、これね、すごいやりやすいんですよ。なぜなら、関東だから、関東平野なんです。だから日本最大の平野っていうキーワードでも覚えておいてください。関東平野。ざっくり言うとね、この辺です。この辺。ここ全部関東平野って言います。いいかな？で、また、流域面積が日本最大の川があります。で、この川の名前も覚えておきましょう。これで、利根川です。利根川ね、ちょっとここ出ちゃったね。よいしょ、失礼しました。で、利根川なんだけど、これね、漢字をミスする子が、俺のあれでは体験なんですけど、多かったんでね、特に、とっていう漢字を土って書くね、子が多くって、ちょっと漢字を、ね、気をつけてください。で、前に出てきましたけど、川はね、流域面積が最大は利根川。いい？で、川が最長、最も長いのは信濃川ね。そこ気をつけて覚えてください。こっちは流域面積が最大です。で、大地にもね、こう特徴があって、大地、火山灰が堆積した赤土なんです。で、この赤土、名前があって、まあ関東なんでね、また関東っていう言葉を使うんだけど、関東ロームって言います。この赤土のことを関東ロームです。キーワードとしては、この火山灰が堆積したっていう、このキーワードを覚えておきましょう。で、それに覆われていて、ほとんど、ね、多くのところが畑作です。畑で作物を作る畑作地帯となってます。で、ちょっと気候の方に変えていって、冬はとにかく乾燥します。で、自分もこの関東圏に住んでるんですけど、めちゃくちゃ乾燥する。で、しかも、ほにゃららって呼ばれる冷たい北西の風が吹きます。冬に。で、これなんで風の名前があるんだけど、これをね、からっ風と言います。はい、これめちゃくちゃ強くて本当に辛い。これ特にね、自分はその高校が自転車通学だったんだけど、まあ進まない、からっ風吹くとね、ってぐらいな風が吹く、冷たくてね。で、また東京とかね、横浜も大都市です、ものすごい。で、この東京とか横浜なんかの大都市では、都市部の気温、つまりその都市の気温ね、が周辺周りの気温よりも高いんです。都市部の方が、中の方が、東京とか横浜の方がね。で、それのことをホニャララ現象っていう名前があります。で、この現象の名前が、ヒートアイランド現象と言います。いいかな？ヒートアイランド現象です。まあ、この現象の名前も覚えておいてください。では、今回は社会の地理、関東地方丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から都道府県、ね、ごとにね、なんだ、取り上げてやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。